わ。はい、皆さんこんにちは、山田元気です。今日は、練習後の自主練の動画を見ながらいろいろとお話をしていくっていう新企画が始まりまして、隣に楠本がいるので楠本と2人で喋っていけたらいいなと思います。まあこれに関しては、ブー川野幸太と誰だ、カズマと勇気と翼がいて、まあ練習終わりにポンポンってパスして1対1みたいな感じでシュート打ってくれてる感じですかね。まあキーパー3人で回しながら邪魔者が映ったりしてるから、そこは見なかったことにしましょう。もっと明るくなんない？今回4人なんですけど、まあいつも持ちてきたりとか人は少なかったりとかするんで、みんなのシュートをいつも受けてるって感じです。毎回結構シュート練習するんで駆け引きが入ってくるんですよね。1対1になるとこっち側に誘うだったりとか、逆疲れちゃったとか、まあ、見てもらったら分かるんですけど、今のは逆疲れたんですね。川野幸太にこっち側に誘うとか、カズマは本当にどっち打つか分からん。カズマは難しい。ディフェンスの人は分からんね。ディフェンス分かんないですね。心理的にはね。この角度難しいな。これ誘ったね。これは誘った。ファーへ誘った。ファーへ誘った。あんま分からんかもしれんけど、半歩、半歩ぐらいかな。半歩、ファーに寄ったかな。翼も上手くなったし、シュート練習どれやったかな。これは下手くそ。今のブーですか？今のブー。こっからかな。カズマが本当に上手いのよ。上手いのか、なんか独特なのか、ちょっとね、他の人たちとリズムが違う。キーパーの人から見たら俺も独特なんかな。キーパーも人によってこう寄せ方だったりとか1対1の対応の仕方が違うから、俺も何とも言えないし、俺の真似をしてよっていうのもちょっと違うなって思うし、自己流を見つけてやっていったらいいのかなと思います。前に出るだったりとか、まあ、決められちゃいましたけどね。これは、どっちが誘った？あ、そう、左に誘った。ドンピシャで会いましたね、完全に。心理戦になってきちゃうから、何本も受けてると難しいな。こう自主練の動画をこういう角度で見ることがないから、見てる方は新鮮だと思いますけど、なんか見たいね動画とかあったらリクエストしてもらえたら、また広報の人に伝えておきます。まあ、キーパーに関しては僕が解説できたらいいなと思います。ゆるく短く、4分短いんで、ちょっと広報の人にもうちょっと長めの動画用意してって次言っとくんで、また次回も見てください。それでは。